なんだろうな豚に例えたら差別だっていうのもさ、すごい次元の低い話だなって思ってる。なんか。なんだろうな場所が場所ならさ、動物はすごい貴重な生き物で大事に扱うべきってみんな言ってるわけじゃん。なのにさ、昔の大人たちがさ、とか昔の人たちがさ、動物を、なんつうの、低く見てた人たちがさ、なんだろう、豚を、そういうベス、 何つの別称として使ってたりさ、犬死にとかさ、なんか犬を使ったさ、悪い言葉を作ったり、猿とか犬とか、ね、そういう豚とかをさ、別称として使ってた時代の名残じゃん。そういうのが差別だって言われちゃうのいや、生き物って一つ一つ等しい命じゃないのって思うの。だから、動物のキャラをさ、誰かがやったからってさ、 蔑まれることでもないって俺は本当は思ってるけど、うん。でも本当に太ってるんだから豚やっとけみたいな思いは最低だから。だけど、だから昔のそういうさ、動物を使った差別用語みたいなものもすごいレベルが低いことだから、そんなのから見直さなきゃいけないと思う。もう我々はそんな言葉を捨てるべきだと思う。なんかもう動物でも失礼だし。 なんか俺は別に動物愛護団体とかそういう人ほどさ、普段から動物、ね、動物倒すなんて言ってデビューしてるからさ。だけど動物大好きだからそれを選んだわけで。だからその動物のことをさ、過当な動物だって思ってんの人間ぐらいだから。動物だって人間と同じように考えたり、楽しんだり、苦しんだりしてるから。同じだから。今日も インスタン出たけど、ナマケモノがさ、指こうやって川にピシャーボートの上に乗ってるナマケモノが水に手つけて、ピシャーってやって、あ、気持ちいいって,って、もう一回つけてとかしてるわけ。人間と一緒じゃん、もう、正直。パンダとか見ても思うし、ゴリラ見ても思うし、ワンちゃん見ても猫ちゃん見ても思うしさ、どんな生き物もさ、ちゃんと生きてて、意思があって、俺らだけだよ。動物がな、なんか、対して、 あの、考えてないんじゃないのとか思ってんの。ちゃんと同じような感情もあるし、言葉も持ってるからね。絶対。でもそんな動物たちもさ、なんかお互い食べたり食べられたりとかさ、しながら地球上で本来暮らしてたわけでしょうん。なんからそうやって生きていくのは仕方ない人間のな動物の合だと思うけど、でもそれを下げすむものとして使うっていうのが人間としてレベル低いなってすごく感じたから、 うんなんかなで。そんな話をネタにして人を貶めたりとかさ、そういうのも良くないなって思う。なんかつまんないの中だなって思う。勝ちたかったら登録しとけい